定裁祭は中国、先生賞出身の女子プロテニス選手。2019年全仏オープン女子ダブルスで、ダン・アキラ・アキラとペアを組み準優勝した。これまでに WTA ツアーでダブルス4勝を挙げている。身長 170cm、体重 62kg。右利き、バックハンドストロークは両手打ち。自己最高ランキングはシングルス38位。 ダブルス15位。8歳からテニスを始める。2009年にプロに転校。2010年シンガポールユースオリンピックの女子ダブルスで金メダルを獲得。シングルスでも銀メダルを獲得した。2014年ニガアジア大会では団体で銀メダルを獲得している。2011年9月の公衆大会のダブルスで車縮前米とのペアで優勝し、 WTA ツアー初タイトルを獲得した。四大大会では2012年全仏オープンのダブルスで初出場した。2013年全豪オープンでバルバラ・レプチェンコ、2016年全豪オープンでジョイチマンとペアを組みベスト4に進出している。四大大会のシングルスでは2回戦進出が最高成績である。2016年2月のカタールトータルオープンでは 当時2位の第1シードアンゲリク・ケルバーを7号、6-1で破る宿を挙げ、ベスト8に進出した。2016年、リオ五輪で、初めてのオリンピックに出場した。シングルス1回戦で、ポーランドの第4シードアグニエシからドアンスカを6-4、7号で破る2回戦で、ロシアのダリア・カサトキナに1から6、4から6で破れた。ジョイチマンと組んだ女子ダブルスも2回戦で、 イタリアのサラエラニアンドロベルタ・ビンチ組に26、36で敗れた。2019年全仏オープンでは、ダン・アキラ・アキラと組んだ女子ダブルスで決勝に進出した。決勝で、ティメア・バボシュアンド、クリスティナ・ムラデノビッチ組に26、36で敗れ準優勝した。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退。 RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。 ありがとうございます。